ねえ、ドアに近づいたら話し声が聞こえるかもよ。ドアの隙間から中の様子が見える。いやらしい隙間だね。あいつらが何を企んでるのか覗き見しようよ。っていうか、死神ちゃんなら壁一枚くらいすり抜けて向こう…まあご主人様と離れなければ壁一枚くらいはなんとかなると思う。その後の報告で嘘つくかもよ。ご主人様は困ってる方が可愛いから。なんでだよ。し、ほらなんか喋ってる。いるか、早く済ませてくれねえか。あんまり待たせると。待ってください。渡しておきたいものが。もうなんで開かないの。誰ですか。新しい金庫に変えた人は。乱暴に扱ったところで開かないよ。それはダイヤルを操作した後、最新式の時差ロックというやつだね。設定された時間分何もせずに。何しろ泥棒は時間をかけることを嫌うからね。時間クソめんど。この機能性、堅牢性はもはや最…今やビジネス街の丸の門地区でも銀行をはじめ様々な重要施設で最…さすがは安心と信頼のアマテラス社…アマテラス社製だと。そんなものがなぜここに。まあまあ落ち着けよじいさん。あ、金井区で生きている以上アマテラス社製を買った。確かに俺たちの資産を守ってくれてる金庫が。あ、お、やっと開いた。こいつは。あなたの特注の拳銃。必要ねえだろ。念のためのご信用です。一応持っていけばいいんじゃねえか。どうしよう、銃を持ってた。探偵なら銃を向けられても平然としてなきゃ。いや、あらかじめ弾丸を。もう遅いじゃん。じゃあやばいじゃん。だから焦ってるんだよ。そうだ、今のうちに外へ逃げよう。表の入り口は見張りが立ってるんじゃないの。ああ、そうだった。じゃあ屋上だ。とりあえず屋上から逃げ道を探そう。ご主人様、早く逃げて。ここが屋上だな。どこかに逃げ道。逃げられそうなところはあるかな。早くしないと見つかっちゃう。見つかったら射殺されちゃうもんね。思ったよりもずっと高いな。飛び降りればとりあえず逃げることはできそうだね。足場もないし掴めそうな場所もない。とてもじゃない。どこにも逃げ道がないよ。非常階段がある。ここから逃げれば。ご主人様、階段の上のとこをよく見て。あれは監視カメラ。そういえばさっきの部屋でモニタリングしてた。ここを通ったら間違いなく連中に見つ。別の逃げ道を探そう。待たせたな、悪い。来た。銃は手に持ってない。隠し持っている。ああ、青ざめた顔してどうしたよ。まあ。そうか、そいつは悪かったな。さっきの依頼の件なんだけどよ。レジスタンスなんかに関わり。え、いや、いいんだよ。外から来た人間にとっちゃかなノリノリだったら逆に警戒してるところだぜ。けどな、だからこそお前さんとは互恵関係を。きで、もちろんただとは言わねえ。俺らの依頼を受けてくれたらアマテラス社の情報を渡す。アマテラス社の情報。俺らの組織には元アマテラス社員も少なくねえ。他では得られない内部情報も抱えてる。お前さんが欲しい情報もよう。僕たちが必要としている情報がない。大体察しはつく。世界探偵機構がわざわざ超探偵を派遣。ホムンクルスだろ。ご主人。図星か。まあそうだろうな。探偵だけじゃなく世界が特別だ。依頼料の前払い代わりに少しだけ教えて。
あの、その話って本当なんですか？ああ、ホムンクルスは確かに存在する。今もこの町に不死の怪物が？じゃあ、この町でホムンクルス研究が行われて、その研究が成功したってことだよね。このおっちゃんの話って、簡単には信じられないような話だけど。気になるみてえだな。けど、この話の続きはいら。どうだ、やる気になったか、長短。言っておきますけど、僕は何も難しいことを頼むつもりはねえんだ。ちょっとした雑用。雑用ですか？アマテラス社保安部の横暴を監視するために町のな。ところが、これが俺らにはできねえ仕事で。どうしてですか？もし仕掛けてるところを保安部に目撃されたら、で、そうなりゃ連中に口実を与えること。だからこの仕事を任せられるのは俺らとつなが。要するに、保安部に見つかった場合を想定して安全に切り捨てられ。言い方は悪いが、まあそういうことだ。だが、俺らのために危ねえ橋を渡れなんていうつもりはねえ。こいつはそういう仕事なんだ。監視カメラを仕掛けることが町の人々を守ることになるんですか？監視カメラを設置する目的は保安部による不正市民への脅迫や暴行、窃盗、横領。その俺らは暴力で対抗するつもりはねえ。そんなことしたらたくさん。俺らは正しいやり方であいつらをねじ伏せると言いつつ、懐には銃を隠してるくせに。でも不正の証拠を集めたところで保安部に握りつぶされてし。そりゃ一つ二つ集めたところで効果は薄いだろうな。握りつだがよ、この町に根を張るためには誰かが戦ってる姿を人々に。根を張る。俺らレジスタンスは地下の根だ。今はまだ必死に細い根を伸ばして枯れかけた大樹に息吹を。そしていつか広く茂ったその枝葉で金井ユーマ、これは町の平和を守るため。だから頼む、お前さんのその。まただ、またこの町を救ってくれって。僕にそんな。みんな僕に何を求めているって言うんだ。頼られてるっていうよりは利用されてるって感じで。どうするの？利用されるにしても目的がはっきりしている分、あの金。ホムンクルスの情報を知ってるなら教えてもらいたいし、監視カメラを。じゃあ、わかりました、その依頼。そうか、よく決断してくれた。よし、それじゃあ早速。シャチ、お取り込み中悪いんですけど、いつものゴミ捨て場の縄張り争いです。待て待て、お前さんは手を出すな。分かった、俺が。ユーマ、悪いが依頼については下にいるサーバンから指示を受けてくれ。じゃあ頼んだぜ、幸運を祈る。結局やることにしたんですね。良かったのかな。間違っててももう後戻りできないよ。とりあえずさっきの部屋に戻ってサーバンさんから。ふぅ、ご主人様が殺されなくてよかった。シャチさんはそんなことする人じゃなさそうだよ、多分。それは助かるよ。はい、お願いします。これから君には僕が指定した4。これがその監視カメラだ。デリケートな精密機械だ。あと連絡用に無線機を渡しておこう。流行りのスマートウォッチ型にしておいたから。監視カメラの設置場所はその無線機で連絡するよ。一つ設置し終えたらその都度次の場所を伝え。最初の設置場所は無線機の調子を確認するためにも、連絡がなければ無線機の故障の疑いあり。わかりました。じゃあ頼んだよ、くれぐれも。見つかってもどうせ切り捨てるだけの。頑張ります。依頼を受けることに。でも
これでカナイ君が少しでもマシな町になれば、世界中のみんなを幸せにすることが難しくても、それに依頼を果たせば情報がもらえる。前向きなのはいいけど、そう都合よく物事が進む。だってご主人様だよ。死神ちゃんに取り憑かれるほどの死神っぷりだよ。君が言う。それはそうと、爆発で吹っ飛んだ探偵たちはいいの？忘れるもんか。みんなを探すのは最優先だ。依頼を進めながら。なるほど、ご主人様にしては珍しく効率。いいから、行くよ。これ無線機からだ。テストテスト、聞こえます？あ、サーバンさんですか？絶好調のようだね。ではビジネス街の丸の門地区にある電話ボックス内に設置。丸の門地区ですか？ああそうなんだ。じゃあありがとうございます。現地に到着したら連絡してね。なんだかスパイごっこみたい。ごっこじゃなくて実質スパイ活動みたいな。とりあえずさっさと丸の門地区へ向かおう。丸の門地区ではどんな殺人事件が起きるかな。俺様ちゃん超楽しみ。ああ。そんな。そりゃ。だから。スラム街ってだけあってボロっちい車が多いね。鎌崎や銀まで見る車とは大違いだね。この辺りは排水ができてないせいで水が溜まって。あっちかな、こっちかな。ここが丸の門地区か。ビジネス街とは聞いてたけど、確かにそんな雰囲気だな。他の町の住所不定無職のご主人様にはビジネス街。住所はともかく探偵として活動はしてるだろ。はいはい、それより早く。サーバンさんが言っていた電話ボックスはどこにあるんだろう。ちょっと。丸の門地区には忙しそうにしている人が多いね。
ご主人様は記憶喪失だから知らないかもしれないけど、普通に仕事をしているとこれくらい忙しいんだよ。分かったら働いている人と俺様ちゃんに謝って。死神ちゃんには謝る必要ないよね。え？だけど。はあ。これ。なるほど。電話ボックスってあれかな。とりあえず目的地には着いたな。サーバンさん、聞こえますか？丸の門地区の電話ボックスに。お、さすがは長太。それだ、ボックス内の電話台の下にカメラを設置方法は。設置できました。オーケー、映像確認できた。一つ目のカメラはこれで完了だ。はい、保安部どころかこちらに注目している。そんな時こそ気を抜かないようにね。じゃあ次の設置場所を伝えるよ。到着したらまた。うーん、これってスパイ活動だと思ってたけど、パシリ探偵の事件簿に新たな1ページが追加された。誰かの役に立てるなら本望だよ。カメラは残り3つか。この調子ならす。だったら少し寄り道してかない？ここって初めて探偵たちを探さなきゃいけないんでしょ。その辺に生き倒れた死体。死体はともかく、確かに目撃情報。次の設置ポイントに移動する前に。夜行所長たちのことを知らないか、ここの人たちに質問してみよう。確かに。まあ、休憩に出た同僚がなかなか帰ってこない。なんでも銀馬地区の喫茶店に可愛い店員がいる。俺も仕事サボって行こうかな。銀馬地区の喫茶店？監視カメラの設置。もう少し情報を集めてみよう。何か用？銀行？すぐそこにある丸の門銀行よ。だから順番待ちが長くって大変。そう、あのちょっと人を。え？どんな人？頭がもじゃもじゃでちょい悪気取った人とか、背丈ほどあるリュックを背負ったスター気取りの人とか。ごめん、心当たりないし、あんまりかか。他の人にも話を聞いてみようかな。この町もすっかり変わったよ。うちの使者もアマテラス社に買収。おかげで俺みたいな生え抜きは揃って降格だ。あの、誰か川に流されて。は？人が？いや。そうですか。もっと聞き込みした方がいいんじゃない？すみません。キャッキャッキャ。
何か用か？お仕事は何を？俺はこの先の発電所で働き、金井区に降る雨水は排水路によって発電所はその水力を利用して発電しているんだ。勉強になります。いろいろ聞いて回ってみたけど、残念ながら死体の匂いもしなかったよ。まあ死体がないならどっかで生きてんでしょ。もちろんそうだけど、そろそろ医大に戻らないと。あんまり時間を。次は銀馬地区の喫茶店だっけ。うん、前にも行ったことのある場所だし。なるほど。なんか それってどういう？というわけなんです。そうそう。はあ。でも。おい。すみません。
よ。どうしよう。これは、はい。だけど、はい。ん？え？ママ。うわあ！ねえ。どういうことだろう。でも、どうしたの？うん。なんだ、店の外にまでお客さんが溢れてる。流行りの映える系スイーツにでも手を伸ばしたのかね。人間って並ぶのが大好きだし。ただ並んでるのは男性ばかりで。とにかくサーバーさん、目的地に着いたんですけど、やたらと喫茶店が混んでいて。できれば人目をさ、なんとかですか。そこの監視カメラは大通りが見えるように喫茶店のバス停に。じゃあなんとかできたらまた連絡して。そんな、まいったな。なんとかし、全員ぶっ切るってのはダメに決まってるでしょ。じゃあどうするの？客がいなくなるのを待つの？とりあえずどれくらい混んでるか喫茶店の中に入って確認して。やっぱりめちゃくちゃ混んでるな。これはかなり時間がかかりそうだぞ。店員さん、コーヒーおかわり。こっちもコーヒー。はーい、ただいま持っていきます。ふぶきさん。あら、ゆうまさん。私のコーヒーを飲みに来てくれた。いや、コーヒーじゃなくて。ゆうまさんこそ、よくも。よくもって、まあいいです。私もゆうまさんが生まれてくれてよかったです。ご両親。すみません、コーヒーまだ。あ、はい。ふぶきさんと再会できたのは嬉しいけど。あの箱入りビッチもしぶといね。別に死んでもよかったのに。なんでそんなこと言うんだよ。俺様ちゃん、天然キャラって苦手なんだもん。ああいうのが好きなのってひもで。ふぶきさん、コーヒーを横流ししているんです。皆さん、おいしい？横流し？
こういうところで働くのは初めての経験ですけど、私以前から給仕に興味があったのです。ふぶきさん、ここで働い…はい、私…ああ、何から突っ込む…ね、こういうとこが苦手。それより、ふぶきさんはあの…それは、乙女の秘密。え、あ、そうですか。じゃあ、他の超探偵の皆さんは、夜行所長…残念ですけど、あれ以来まだだ…こうして喫茶店で待っていれば、だ…きっと皆さん死んでしまったのですね。いや、みんな生きてますって。でも、闇雲に探し回らずに待つというのも手ですね。この喫茶店は原田さんも利用してましたし。ですけど、ただ待っているだけでは申し訳ないので、ここで働かせ、結果的にユーマさんと再会できたので。なるほど、だんだんと事情が飲み込め。ただ、私が働き始めてからお客さんがみるみこのままここに骨を埋めることになるんじゃないかと覚悟していた。じゃあ、このお客さんたちってみんな…どいつもこいつも下心丸出しだね。ところで、ユーマさんはどういう経緯で…ああ、話せ…というわけなんです。って、いない。ユーマさん、お待たせしてすみません。調達って、ここ…ホテルのレストランでコーヒーを注文して入れてもらっているんです。まさかホテルのコーヒーを…はい。なるほど、それで横流しなのか。それでユーマさんは…だから、ある人たちから依頼を受けて仕事を進めているところなんです。そうだ、ふぶきさんも手伝ってくれませんか。この喫茶店の前からお客さんをと…え、暴力で。違う方法で。わかりました。頼んだはいいけど、本当にだ…限りなく怪しいよね。皆さん、向こうにもっと美味しいコーヒーを出してくれるお店がありますよ。私の後についてきてください。案外うまくいくもんだな。よし、今のうちに監視カメラを仕掛けておこう。今のうちにバス停にカメラを仕掛けてしまおう。はあ、これでよし。ユーマさん。ええ、バッチリです。ああ、よかったです。そうですね、きっと慣れますよ。え、今のってプロポーズですか。うわ、違いますよ。というか、ああ、そうですか、すみません。もう少しで。いった、ご主人様には一生を捧げた相手。ああ、頭が痛い。さて、こうして無事に再会できた。え、いいんですか。やはり私には球児よりも冒険の。私とユーマさんはもうパートナーです。ありがとうございます。そんな他人行儀な言い方しないでください。生き残った最後の二人なんですし。だから、みんな生きてますって。さっき、二つ目のカメラが映像を送ってき、順調、順調。さすがはシャチの見込んだ探査で。三つ目は鎌崎地区だ。場所は、じゃ、よろしく頼む。次は鎌崎地区か。はぁ、あ、そろそろパシリに飽きて。着物で逆さずりにされた死体とか、頭だけ別人とすげ替えられてる死体。この町では冗談で済まないんだからやめてよ。ユーマさん、今見え、まさか俺様ちゃんの。私確かに聞きましたよ。ああ、これのことですか。声の相手は依頼人で、これを通じて指示を受けているんです。ああ、そうだったのです。ああ、びっくりした。俺様ちゃんの声が聞こえてるのかと。幼い頃からお屋敷の中だけで生活していたので、あまりにも世間知らずなせいか、陰で使用人たち。ちょっと意味が違う気がしますけど、まあ知らな。ほら、僕みたいに何もかも忘れてもなんとか。本当ですね、ユーマさんの頭のひどさと比べ。そうですね。とにかくそれが無線機というのはも。ですけど、今回の依頼人さんって
その無線機の中に入っ、この人本当に超探偵なの？否定できないかも。とにかくそのワンダーランドのお姫様はご主人。不安になってきたけど、次は鎌崎地区か。ホテル。3の次は OK。 映像あれ、でもちょっと画質が荒い。ちょっとこっちで調整してみるから。わかりました。吹雪さん、次の指示があるまで待機みたいです。保安部に見つからないように。はい、ま、分かったよ。あ、そうそう、うん、ああはあ、すみません。はあ、確かに。ん？まあ。だとしたら、
すみません。あの、いえ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけなんです。あ、はあ、いや、そんな、あ、無言で待ってるのも気まずいし、何か話すか。僕は記憶がないのでわからないんですけど、吹雪さんのクロックフォード家って。私の家ですか？世界中の誰でも知っている。それかなり有名だと思うんですけど、財閥企業なんですか？私にもよくわからないのですが、代々この世界の標準時を管理していて、時間や思ってたよりもはるかにとんでもなさそうな。じゃあ吹雪さんも将来的には。それは分かりませんが、私お屋敷でじっとしているより外の世界を見て回って、だからしばらくは冒険家兼た。雨止みませんね。ユーマさん、雨は。そうですね、考えたことなかったけど、私雨って好きです。お屋敷にいた頃は海を見たことがなくて、雨だけが。こんなにたくさんの水が降るなら、どこかにこの水。雨から海を想像できるなんて想像力の豊かな子供だ。想像力だけは優秀だって昔から言われていました。でも私はまだ実際に海を見たことがありません。雲の上にある海は。は？雲の上？え？海の水が雨になるんですよね。
雨は雲から降ってきます。だとしたら雲の上に海があるのではないのです。空に大きな白い雲が浮いていると、あ、海があるって思う。そうですね、雲の上に海があるかどうかはですよね。いつかユーマさんも一緒に。吹雪さんはどうして探偵？恥ずかしながら最初は親の言いつけでした。親は私に社会勉強させたかったのだと思います。そしてすぐに世界探偵機構に入りました。これもそれで小探偵になることができたんですか？はい、気づいたら探偵賞をいただいてます。気づいたらってそんな簡単に？どうでしょう、家を出てからは全てのこと、外の世界は何もかもが新鮮で、私もっと未知の世界を見てみたいと思ったので冒険家になろうと。それで冒険家を名乗っているんですね。はい、未知の世界を探求するなんてこんなにわ。ですが探偵業をおろそかにし、未解決事件の真相を探ることは冒険誰にも知られていない秘密を解き明かす。やって。なるほど、未知への好奇心が。ああ、そういうことかもしれませんね。ユーマさんは名探偵ですね。お待たせ、調整が終わったよ。こちらの処理だけで済んだから、特にそっちで。了解です。ここはもう離れ、次の設置場所へ移動してくれ。ラストの監視カメラは女学院前の通りに設置して、よろしく頼んだよ。くるみちゃんの学校の前か。今の時間なら人通り。ユーマさん、時は雷と言いますし。雷じゃなくて金なりでは。はい、いや、なんでもないです。急ぎ。はい、よしっと。サーバンさん、監視カメラの設置が終わり。画質良好、これで4つ全てのカメラ設置完。保安部がうろちょろしている様子もないし、迅速な任務遂行、ご苦労様。いや、このカメラが保安部の不正を暴くのに役立てば。その通りだね、これが平和へ。あとは社地に任務完了の報告をするだけだけど、社地の無線の周波数は37.5。周波数？ああ、このつまみで買えるの。お使いクエストは面倒だったけど、これでアマテラス社の情報。何事もなくてよかったよ。運よく吹雪さんも見つけられたし、とりあえず早くこの仕事を終わらせて。やっ、シャチさんの周波数は。は？爆発まであと5分って、なんだよこれ。ご主人様、爆発するんじゃない？そのカウントダウンだよ。爆発？丸の門地区の電話ボックスのあたりだ。最初に監視カメラを設置した。どうしたんですかユーマさん、まるで爆弾のスイッチを押したみたい。ご主人様、押しちゃったの？いや、僕は何も。とりあえず確かめに行ってみよう。何かの冗談かもしれ。吹雪さん、丸の門地区に向かいます。急ぎま。はーい、よくわかりませんが。まさか、どうか間違いであってくれ。とにかく電話ボックスに。さっきの爆発は一体どこで起きたのでしょう。電話ボックスだと思います。場所はわかるのでついてきてください。電話ボックスが吹き飛ばされてる。公衆電話が爆発するなんて、充電のしすぎでしょ。見たところ周囲に被害者はいないみたいだ。店の着信。君が耳にした音は単なる犯行への号令だ。
君が目にしたその煙は単なる火のくす革命への呪しだ。なんだおかしなメス。サーバンさん聞こえますか。シャチさん応答してください。今からカナイクに響き渡るのは革命への協奏曲。革命に犠牲はつきものだ。敬愛すべき紳士は誰にとっても平等であり、平等こそ革命で、しかし同時に革命こそ子。そこで爆弾を仕掛けた張本人である君に。爆弾を仕掛けた張本人って、じゃあユーマさんが設置していたのは爆弾だったのですか。君がカナイクに仕掛けた爆弾は4つ。そのうち最初の1つが、1つ目の爆弾はデモンストレーションだ。しかし爆弾が本物であり、このメッセージ、はあ、メッセージ量が多くて飽きてきた。爆弾は順次君が仕掛けた順番通りに爆発していく。それを爆弾を解除する方法、起動中の爆弾に無線機を近づけ起爆回路を遮断するだけ。ただし起爆回路を遮断するには無線機のモニ、次の選択まで猶予は。なおタイマーが0を刻んだ時点で爆、つまり市民を無視して逃げ出したとしても革命からの逃亡は許されない。ではなんでだよ。キャッキャッキャー、ご主人様って本当にのんきに笑ってる場合じゃないよ。もうか爆弾を解除できなければこの腕時計ごと僕だったら、その腕時計を外しちゃえば。あ、そうか、ダメだ外れない。なんだこれ、無理に外そうとしたら爆発するパターンもある。そういう可能性はもっと早く言ってよ。アマテラス社保安部から緊急ニュースをお伝えします。タロちゃん、カナイクの奴隷どもハッピーな下僕生活こっそり倒してる。これは保安部テロリスト対策班班長ギヨーム・ホールタンだよ。特技は占い、ちょっと披露するね。今日の髪の毛座の人は大凶、ハゲに嫉妬でぶっ殺されるでしょう。ところで後ろのこれはドミニクね。見ての通りのインテリ。ほら挨拶してうすのの。おナイクのペタカラでさ、さっき丸の門地区で爆発があったの。爆発のせいで何人か死んだ。死んでない。爆発はどういう地区のレジスタンスの仕業なんだって。保安部にほらほら内容を読み。おお、ルース。まとめるとそういうことらしいよ。連中が仕掛けたけど内部リークのおかげで実行犯。はい、ドーン。名前はユーマココヘッド。いかにもテロリストって顔してるね。知っての通り正義の街カナイクではテロリストに人権。みんなこいつを見つけ次第やっちゃって。おい陰険腐れ底辺のクズ爆弾テロリスト野郎。えいえい、オーケー爆弾。ほら一発ぶちかませ。バンク。おう、嘘だろ。私あの顔にピン。違います、僕はテロリストじゃありません。誰かに仕組まれた。内部リークがあったって言ってたし、そう考えるしか。ってことはレジスタンスのシャチさんが僕を騙した。あんなに熱く平和への思いを語っていたのに。俺らは正しいやり方であいつらをねじ伏せる。レジスタンスはテロ。彼の言う正しいやり方がこれなのか。そもそもご主人様をアジトに連れ込んだ。それはっていうか物思いにふけるのもいいけど、ちょっとやばい。もう気づかれてる。爆発までのカウントダウンも進んでるし、ぼんやり考え、このままだとテロリストとして人生を終えること。そんなのごめんだ。急いで爆弾を。でもその前に
次の爆発まではまだ時間がある。まずはレジスタンスのアジトに行こう。騙された仕返しにぶっ切るんだね。そんなんじゃない。シャチさんに会って真意を取っ、ご主人様、まさかこの後に及だけど、あのユーマさん、どうしたのですか。吹雪さん、聞いてください。たとえ次の爆弾を解除したと、今回は60分の猶予がありますけど、次もそうだとは限りません。だから少しでも時間がある今のうちに計画そのものを。何か作戦があるので。依頼人に会いに行きます。もしこの事態を引き起こしたのが本当に依頼人なら、そんな都合よくいくかな。とにかく今は考えるより行動するしかありません。わかりました。冒険に危険はつきものですし、生き残った最後のパートナー同士ですもの。ありがとうございます。でもみんなは、レジスタンスのアジトは洞爺地区だったよね。どうなっても知らないからね。話せば分かってくれるはず。こんな馬鹿げた計画やめてもらわないと。はめられたっていうのにご主人様は甘いね。きっとシャチさんにも何か理由があったんだよ。そうやってご主人様は誰かに利用され続けるんだね。もう急がないと。モニターに出演されるなんて、ユーマさん、すっかり有名人ですね。指名手配で有名になりたくなんてありませんでしたよ。こうやってコソコソするのも冒険の醍醐味。心が躍りますね、ユーマさん。そうですか。僕はいつ見つかるか不安ですけど。主人様はレジスタンスの女に嫌われてるっぽいから、見つかったら蜂の巣かもしれないね。怖いこと言わないでよ。いえ、この洞爺地区は俗に言うスラム街なんです。ああ、そうでしたか。無知ですみません。待って、吹雪さん、保安部員がいます。え？さっきの爆発騒ぎで保安部が出動した。依頼人がいるアジトはこの先です。保安部に見つからないように慎重に進みましょう。でもレジスタンスはどうして犯行声明を。特殊能力ですか。いや、感覚だけじゃなくて
実際に解き…え、どうしてわかるのですか。まさかユーマさんもクロックフォーだけの血筋は。いえ、全然違います。ただ僕には他の超探偵が使った探偵、特に手をつないでいる間は。あ、そうか、あの時吹雪さんと手をつないでいた共有。そう、では私の乙女の秘密はユーマさんに知られてしまったので。そうなのです、私は時を戻すことができます。それに戻した分だけ体に疲れが。大丈夫ですか吹雪さん。はい、大丈夫です。ご心…なるほどね、この天然箱入りピッチちゃんが世界探…時を戻す能力なんて人外レベルじゃん。人間の領域を…うぅ、こんなすごい能力あったら俺…吹雪さんの探偵特殊能力はいつ保安部に捕まるかわからない今の状況でとても有効です。だから念のために手をつないで行動してもいいですか。能力の共有を承諾してもらった上で手をつないでいれば、もしもの時に僕もと…そんなことができるのですか。私でもやっぱりユーマさんってただも…でもそのどうしてもって。そうしないと能力をちゃんと共有できないので。そうですか、わかりました。ご主人様どうしたの。いや、手をつないだ途端ふ…やっぱり時を戻すことの体へ。いくらすごい能力とはいえそればっかに頼ってられない。ご主人様、今度は保安部員に見つからないように慎重に移動するんだよ。うん、今度こそアジトを目指す。俺は保安部員。こんな時に。吹雪さん、今です。はい、わかりました。見つかってしまいますよ。どこかに隠れないと。ここに隠れましょう。どこに嫌がる。行ったみたいだな。今のうちに行きましょう。はい。なんとか着きましたね。ここがレジ…吹雪さん、大丈夫ですか。は、はい、ちょっとから…吹雪さんはどこかに身を潜めて体をや建物の中は危険かもしれないので僕が…でも私は…いえ、今はその力を温存しておいてください。本当に必要な時に頼り…それとみんなはきっと生きてますから。ユーマさんがそこまで言うなら…ご主人様…なんか俺様ちゃんへの態度と違う。時間がない、急ぐよ。やけに静かだ、見張りもいない。テロリストのアジトはここか。誰か来たよ、隠れて。リーダーのシャチがどこかにいるはずだ、必ず確保する。おい、開けろ。ここを開けるんだ。中にいるのは分かっているんだぞ。保安部もシャチさんを探しているのか。まずいことになったな。待て。シャチさんだ。ストップ、ご主人様、ここで出たら保安部に見つかっちゃうって。でも屋上へ逃げたぞ。くそ、ドアに鍵をかけやがった。おい、シャチさんは屋上へ逃げたみたいだ。どうすればいいんだ。シャチさんは保安部員に追われて屋上に逃げたみたいだ。僕もシャチさん、あ、
なるほど。